毎週土曜日10時以降でやっています。これあったでしょ、2番目からこれ、はい、ヤコバチセラピスト週のフリーマッサージこのもう映っちゃうけど、あんまあれで、え、ちょっとあ、結構あ、ちゃんとしてるんですね。何万人おるん、うん、いや、そんなにやせんよ。あ、そうなんですか。200人ぐらい、あ、始めたばっかすげえ。いや、それでも去年の10月からやから、いや、YouTube 時代は結構前からやったんですけど、やがりは10月出し、じゃあとりあえずお願いしていいですか。よっしゃよっしゃよっしゃ、もう始まってます。いや、いや、まだ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 もう始まってる本当に、うん、だってもう3時43、44、45。あ、いや、そのままでいいですよ、寒い。ああ、そのままでいい、そのままでいい、そのままで、あと2回もうこれやばいんですよ、川ですよ、だってここにお座りください。あ、わかりました、お願いします。よろしくお願いします。で、こっち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 あ、なるほどなるほど、筋肉を見て決めるんです。そうあ、硬さとかね、ちゃんとあります。私、あ、ちょっと待ってください、私笑ってしまうんで。大丈夫、肩こりありますか。あ、うん、まあ最近、はい、ぼちぼち待って、いあ、はいこれ撮ってもいいんですか。大丈夫です、記念にどうぞ頑張ってて。あ、いや、ダンサーセラピストさんは東京の方ですね。名前なんですか。自分はセラピストシュウです。シュウ。シュウですね。宮古町って多分出てると思うんで。シュウってカタカナです。シュウカタカナです。え、いつもは何してるんですか。いつもは普通にマッサージしますよ。プロでやってます。あ、リアルプロでやってますよ。昼間はちゃんとあのマッサージ。これね、これね。お店の方でやってますんで。夜テーブ行っても1週間1回ですよ。もう毎日来たらしんどいんで。確かに。昼は他の花丸大吉。じゃあほんと迎えてるわ。ふざけんな。行っちゃうから先に。でもうまい。私さ、笑ってしまうよ、結構。肩凝ってねえやん、お前さ、マジムカつくな。結構あの、こそばゆいタイプですか。はい、うん、そうじゃなくてもできますよ、こう、ちゃんとね、ちゃんとしたやつやったら、こう、こそばゆくないんで、ここら辺は、ほんと笑っちゃダメ、笑っちゃダメ、笑っちゃダメ。まあ、でも肩は比較的柔らかい方ですよ。あ、そうなの、うん、あんま凝ってないみたいな。比較的が疲れで来る場合はあると思うんですけど、疲れはあの慢性的な肩こりは多分ないと思う。ちょっと黙ってもらっていいですか。一応どうしましょう、肩だけがいいか、一応足とかハンドマッサージまで。おい、鼻までハンド行こう、ハンド。あ、ハンド、ハンドマッサージ気持ちいいですよ。肩はね、あんまりやりすぎてもね、基本的には悪いので、ほどほどが。ちょっと待ちください、ちょっとお待ちください、ちょっとお待ちください。あ、いや、こっちかな、こっちから見てください。よいしょ、あ、これぐらいだ。おお、はい、姉貴、姉貴いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。いやでもこんなん受ける機会ないじゃないですか。普段マッサージとか行かんじゃん。行かないの。いや、これがね、大体10年後ぐらいあったらね、必要になってくるんですよ、体がきつくなってから。ほんとどこで働いてるんですか。一応自分オーナーなんですけど、南大分田中町っていうところで、マッサージ店オープンしてます。はもう昼間でメインでやってるんですけど、で、まあ、夜までやって、まあ、いろいろ出張マッサージとか、なんかいろんなことしようんですけど、
まあやってみたいことをね、いろいろこうあるんで、これも一環としてほぼ事前事業で知っちゃうんじゃ知っちゃうけど、ちょっとしか知ってない4円かよ、そんな、なんかちょっとしてかしてんじゃん、ほんまや、話しかけられたくない。はい、じゃあ話しましょう。皆様はね、じゃあよいしょ、ラーメンみたいよいしょよかったな。何が、え、いいじゃないか、こういうのもいいですよ。注射打たれまくっちゃってよかった注射今手が疲れてたんですよ、ちょうど。あ、マジですか。逆中だ。ちょっと若干こう分けるとあと注射ですね。手でかくないですか。ですよね、めちゃめちゃでかいですよね。だってめっちゃあの身長も高いんで比例して全体的にでかいと思う。親指もでかいですね。もうなんかこう揉みまくってます。でもう普段からこの1軒目終わったんで、ええ、はい、結構来ます。ここですか。あ、こっちのお客さんってことです。だいたい2時間ぐらいやるんですけど、3人ぐらいかな。私さん、無料で肩もみって書いてます無料で YouTuber っすね、また。はい、YouTuber です。また YouTuber、 もうミーハーっすね、ほんと結構酔っ払ってってきます。いやいや、肩もみしてくれる。さっきガジュンさん来ましたよ。へぇー、無料でガジュンさん来ました。いや、ちょっと無料で試行してればいいですよ。じゃあ最後にちょっとね、軽く締めて、もう、あんま長く、やっぱ締め。締めは大事。いや、締めはね、締めは肩って決まってる。あ、締め肩だね。なるほど、はいはい。締め。言ってて。はい、失礼します。いや、でもね、乗っておけ。操作されてますね。操作専用YouTuber のカメラ結果で勝手に操作専用。いやでもね、アドリブってね、嬉しいんですよ、本当。YouTuber からしたら本当思うけど。はなはな。トークとか苦手な人とか本当なんですよ。いや、やっぱ、やっぱ思われんでよかった。え、そこ。めっちゃ気持ちいい。お兄ちゃん、変な体勢。お兄ちゃん、出たっす。もしもし。え、めっちゃ気持ちいいですね。あ、今、ジャンコにいるんで。いやもう肩こりね、肩もみね、最高です。もう、こう、人種とあってね。こうやって2人カップルなんですか。ね、いろいろ関われます、ね。違うんですか。違う。なんですか。ちょっと、1、2、3、ちょっとお姉さん。はいはい。カップルじゃないですか。違います。マジで。でお姉さん可愛いけん僕ちょっと狙っていや、可愛いけん。よくわかんないです。酔っ払ってやるんですよ。すいません。一回これ受けた方がいい。これプロらしいですけど。いや、違う。いや、マジであの、肩もみコンテスト。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。マジ肩もみコンテスト。全ての癒しをやってくれるらしいです。じゃあ、私さんやってもらった方がいい。めっちゃ気持ちいいわ。ちょっと行ってみましょう。